ちょっとすごいんですけど、これ何やったっけ、これ船虫がすごくて、イカ墨全然ないけど、ちょっとイカ狙ってみます。秋イカが始まったと聞きましたよ。もっぱらその噂で持ちきりですけど、私まだ釣ってません。今日初めて秋イカを狙いに来ました。果たして釣れるのでしょうか。いつも行く街灯の下に人がおったので、今日はちょっと違うところへ来てみましたが、ビートはいっぱいいるみたいです。これめちゃくちゃアジがおるやけど、イカよりアジ釣った方がいいんじゃないってぐらいアジがおるぐらいやけど、イカ見える、イカはおらんけど、なんかアジすごいマジで。この街灯周りはちょっとそこの方を探ってみようか。ボトムを、いやマジでアジだらけなんだけど、え、これ何、すっげえ長いのおるけど、何何あれ、謎い生命体がおる。キラッとしたよね。立ち降りそう。来た。あのいた。来ちゃったか今。わからん。水草かな。ワカメかな。さっきの急にホール線になって、壁か多分壁だ。はい、イカ現れたで。これ釣れるんちゃう。イカ現れた、やっぱおった。これイカやろ、これ来ると思うけど。来た。でかい。まあまあ。よし。まあまあの釣れた。ちょっとこれ。まあの釣れた。やったぜ。ちょっと目論見通り釣れてしもうたがやけど、なかなかいいサイズ。600ぐらいあるで。これ秋イカにしちゃええサイズ釣れました。ありがとうございます。ブイーンって見えてきたね。そこの方でしゃくり寄ったら、なんか上の方を泳いできて、巻き上げてきて、 2,3 しゃくり目ぐらいで釣れました。久々のイカゲットです。ありがとうございます。最後まで見てくれたあなたに特別なお知らせがあります。もう少し待ってください。この後すぐに特別発表いたします。あ、それはそうと、こちらの方が次のおすすめ動画、関連動画となっております。
またよろしくお願いします。